レモンスカッシュスコア。半年後のデビューライブを満員にしなければ解散。俺たちクロマリーの始まりは前途多難だった。それでも力を合わせて一歩ずつ前に進んでゆき、クロマリーのデビューライブまであと1ヶ月を切っていた。よし、一旦休憩入れようか。だいぶ良くなってきたんじゃないか。ああ、歌も踊りも安定してきた。全然ダメだよ。振りが揃ってないとこいっぱいあったし、動画でチェックし直さないと。リオ、気合たっぷりだな。ライブも近づいてきたからな。みんなすごいよ。新しい曲もすぐにマスターしちゃうんだもん。ライブで初披露の新曲、歌もダンスもレベル高いのに。当然、研究生時代からやってきたことだから。エイト君はヘトヘトですけどね。みんな頑張ってて偉い偉いとか言ってる港もそつなくこなしてるよね。そうだね。この間のお仕事のおかげでチケットも売れてるみたいだし、このまま行けば会場を満員にしてデビューするのも夢じゃないね。あれ、梅さんどうしたの？練習に励むクロマリーに差し入れだ。差し入れ？おお、みんな見てよ、アイスクリームとドリンクだ。ありがとう梅さん。一瞬で元気になったな。このラインナップ、俺らの好みを知り尽くしている。さすが梅さん。俺はどれにしようかな。あ、そうだ、社長から呼び出した。だってさ、みんな呼ばれたのはお前だけだ、日向。俺だけ？レモンスカッシュスコア第4話。失礼します。来たな、結城日向。デビューライブの準備は順調か？はい、絶賛みんなで力を合わせてる最中です。それでどうして俺だけここに？もしかして俺にだけ大事な話があるとか？察しがいいな。やっぱり。ってどうしてニヤニヤしてるんですか、社長。まさかとんでもない話なんじゃ。さてどうかな。社長、次の予定が詰まってます。本題に入りましょう。わかってる、遊び心がないやつだな。結城日向、お前はもともとクロマリーに入る予定はなかった。メンバー入りを直談判してきたお前の心意気を買ったんだ。だから今度はこちらの要望をお前に叶えてもらおうと思ってな。それって？デビューライブでもう一つ新曲を披露する。結城日向、そのセンターをお前に任せようと思う。え、今なって？俺が新曲のセンター？どうして？なんでですか？これは梅の推薦でもある。今回の新曲には日向の持っている元気さや明るさがふさわしい。新曲はライブの中心になる楽曲だ。つまりはこの曲のセンターは日向しかいないってことになる。俺が？他のメンバーには俺から伝えておく。話はそれだけじゃないぞ。え？センターはいわばグループの顔。メンバーがそれぞれ突出した魅力を持っていても、センターに輝きがなければ彼らの良さも死んでしまう。大事なポジションなんだ。だから本番までに曲をものにできずにセンターとしてふさわしくないとみなされれば、躊躇なくお前をクロマリーから除名する。クビにするつもりだ。クビ？まだクロマリーは正式なデビュー前だ。メンバーが減ったところで何も問題あるまい。結城日向、やれるな？もちろん、俺クロマリーのセンターにふさわしいアイドルになってみせます。ここで逃げたら俺じゃない。こうなったら今から猛練習だ。うおい、話を勝手に終わらせて出ていくな。はあ、大丈夫でしょうか。センターにふさわしいと言ったのはお前だぞ。ま、潰れたら所詮それまで。
僕と梅の見る目がなかったというだけだ。潰れてほしくはないですが。僕だってそうだけど、アイドルの世界が厳しいのはお前が一番知っているはずだ。プレッシャーを押しのけて他のメンバーと肩を並べるようになるには無理やりでもこうするしかないんだ。一人で練習してたら遅くなっちゃった。ただいま。で、なになに？日向、新曲のセンター抜擢おめでとう。おお、ちょ、クラッカーの嵐。分かったから落ち着いて。梅さんから聞いたぜ。社長直々の抜擢とかすごいじゃん。日向が新曲のセンターか。ライブがますます楽しみだな。ってことでサプライズでお祝いしようと企んだわけだ。みんなありがとう。なんだよ、騒がしいと思ったら。調子に乗るなよ日向。お腹すいちゃった。じゃ晩飯にするか。もうできてるから日向は手洗ってきて。あ、エイト君がお料理運ぶの手伝うよ。おいおい、エイトはもう帰る時間だろ。ち、バレたか。結城日向です。デビューライブに向けた Vlog 企画が始まりました。クロマリーのメンバーがデビューライブまでの日々をお届けするドキュメンタリー。トップバッターとして全力で盛り上げていこうと思います。では早速メンバーのゆうせいくんのお部屋にこっそり侵入してみましょう。俺の部屋になんだって？ゆうせい、なんで俺の部屋に？だって扉開いてたし。だからって当たり前のように入ってこないで。ということで今日も高松雄星と仲良しな結城日向がお送りしました。ちょ、勝手に閉めないでよ。